皆様こんにちは。こんにちは。オーバーランドの菅原でございます。今回はですね、また買取シリーズですね、はい、紹介をさせていただこうかなと思っております。はい、もう見えてますか？見えてます。はい、なかなか異色のというか。そうですよね、そんなに多くは見かけない。はい、はい、こちらはイタリアのアルファロメオですね。はい、このマークが特徴ですよね。うん、F1 にも参戦してますし、はい、日本でも、息が長いですね。はい、はい、だいぶ車種も昔から変わりまして、で今回はこちらですね、ステルビオ、ステルビオ、うん、SUV ですね。でこちらは、ガソリンモデルなので、ステルビオの、ベローチェっていうグレード、はい、ガソリンの2リッターターボの4駆というものになります。はい、これとあとディーゼルモデルと、3リッターだったかな、もっとハイパフォーマンスもあるんですけど、これはまあまあガソリンタイプのものですね。でですね、これ、まあ基本的に4駆、4駆、はい、結構で大きいですよね。うーん、いやそんなに。アルファロメオってなんかあんまりこうすごいでかいってイメージなかったんですけど、これ普通ぐらいなんですか？これは普通だね。標準ぐらい。サイズ的には国産車とそんなに変わりはない。ただ相変わらず外車なんで幅がでかいと。幅がでかいですね。だからちょっと大きく見える。はい、そうですね。あ、確かにそうですね。うん、幅が広い。でデータ見る限り2リッターで馬力的には280馬力なんで、まあまあかなりハイスペックですね。はい、なっております。で室内は、はい、あ、素敵な色ですね。赤いレザーシート。はい。すごいですね。すごいですね。はい。でエンジンのスタートストップはここです。メーカーさんによって、はい、はい、で、最近の車では珍しく、はい、一応純正ナビテレビついてます。お、ただアルファロメオさんここにこうありますね。あ、はいはい、はい、携帯つないじゃえば携帯なんか全てできます。あ、ミラーリングができるんですか？そうです、最初から。はい、でなんならもう最近の車アルファロメオもそうだったんですけど、ナビなし、アップルカープレイみたいな、はいはい、もう繋いでやってよっていうのが主流になってきてます。でこれはまあ珍しいタイプですね。はいはい、で、あとびっくりしたのが置くだけ充電。うわ、便利。僕も試しにやってみたんですけど、 iPhone スーって挿したら勝手に充電して始めてました。あ、かっこいい。さすがイタリアって感じの感の内装も本当すごいですね。そうね、だからドイツ車がこうなんだろう、どっしりとしたイメージっていうことでいくと、イタリア車はまあこう洗練された感じっていうのはまあ昔からなのかなと思いますけれども、まあ実際乗り心地も素晴らしいですし、で一昔前のイタリア車って結構ね塗装も含めて、はい、みたいなケースが多かったんですけど、はい、塗装が荒かったりですね、最近はそんなことないですね、綺麗ですね。はい、止まっております。これはもう年式としても新しい。新しいです。あ、新しいです。去年登録ですね。新しいです。はい、よいしょ。でも純正で20インチですからね、アルミがね、でかい、はい、うん、かっこいいな。宝石シートもこんな感じで、確かに新車が700万ぐらいでしたかね。だからその、ね、いきなり1000万っていうレベルではないので、はい、まあまあいくらかは考えやすいというか、はい、まだ現実味のあるそうね、いきなりはい1000万ですってわけではないので、はい、で後ろはこんな感じと。あ、後ろ広いですね。広い広い、しっぽり入りますね。スピーカーが何だっけ、スピーカーサウンドシステム、スピーカーがこれです。ハーマンカードンさん、 BM さんもよく使ってますね。はい、で音も良いのではなかろうかと、はい、いうお車でございます。でね、もう今明るいんでね映んないんですけど、やたらとおしゃれなんですよね。ここがね、ここライトあるんですけど、はい、
足元照らすやつ、あーオーナーさんが前のオーナーさん変えてらっしゃってて、はい、夜は分かるんです、ここにアルファロメオって光りますんでね、渋いかっこいいですね、うん、全然見えないですね今はね見えそうですね日中なので、うん、っていうお車になっております。だからこの辺もほらブラックアウトでね元から、なので一応うちも SUV を取り扱うお店なので、はい、まあ、この手はちょっとなかなか販売しないですけどまあまあ興味ある方はこういう車もありますよというところですね、はい、でじゃあせっかくのエンジンルームも、2リッターなんでエンジンスカスカなのかな、お、あまあまあまあ、まあまあ、そうですね、やっぱりそうですね、エンジン的にはこんな感じ、はい、まあでも真ん中に寄ってますんでね、フロントミッドシップ的な、あの重量配分的にはいいんじゃないですかね、はいはい、すごいな、こんな余っちゃってる、そうですね、半分近く、うん、すごいすごい、このような感じになっております。よいしょ。ですのでね、なかなか販売しない車の紹介ってのもおかしな話なんですけどまあでも車好きの方は見ていただければ、そうですね、見るだけでも面白いと思うんで、うん、こんな車もありますっていうことで、ね、はい、なんかこれよりまたちっちゃいサイズの新しいなんかハイブリッドが出るみたいなんですけど、アルファロメオも、はい、まあ、今回はね、アルファロメオの SUV ステルビオ、はい、ちょっとご紹介させていただきました、はい、ではではありがとうございました。ありがとうございました。